電話したのはお前に一つ謝罪をしようと思ったからだ。謝罪？ああ、今までいろいろ面倒をかけたな。え？何よ改まって。俺はもう D クラスが上に行けるよう手を貸すことはない。その必要がついさっきなくなったからな。ふーん、じゃあこれからはおとなしくしてるわけ？ああ、堀北や平田たちに全て任せるつもりだ。そっか、じゃあやっと解放されるわけね。そういうことだ。だから俺からの連絡はこれで最後になるだろう。え？ごめん、今なんて？聞こえなかったのか？お前に連絡するのはこれが最後だと言ったんだ。もう頼むようなこともなくなるんだから当然だろう。そうね、それはまあ確かにその通りだけど。もちろん万が一不測の事態があれば約束通り助ける。そのための非常用アドレスを除いて証拠を残さないよう完全に消してくれ。ちょっとこっちはもうお前の連絡先は消去してある。ちょっと待ってよ、なんで急にそんな言い方になるわけ？何がだ？いくらなんでもその冷たすぎるっていうか。もともと俺たちの関係なんて冷え切ったもののはずだ。お前だって俺に使われるのは嫌だったんじゃないのか？それはそうだけど。名残惜しいのか？そんなわけないでしょ。なら何も問題はないな。じゃあな。あ